試合まで時間あるんで平常心で集中してます。今日は本当に真っ向勝負のぶつかり合いになると思うんで必ず打ち破りたいと思います。注目よろしくお願いします。来てよ、いいやつ、しゃー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 、3ラウンド延長1ラウンドあります。バッティング、エルボー、ローブロー、反則です。注意してください。ダメだと説明の方、大丈夫よし、詰めろガードを上げてみよう。エルボー、頭振って、ほう、行け、ほう、詰めろ、大丈夫よ、ほら、おう、聞いてるんだぞ。あ、切れたよ、ここ狙い、ここ狙い、ここ引いて、小さくここ狙ってくれ。そう、蹴りまで欲しいぞ。Fire!
強かったです。うまかった。佐野選手。すごい実力者だなって思います。多分ドライブから、はい、気持ちが見えた。ファイトしたら。本当に良かったです。紙一重なんで、もうそう見えたかもしれないですけど、もう1ラウンド最初から、僕はもうあの倒す気持ちでやりました。まあ、気持ちはもちろんなんですけど、やっぱ試合の中でも、まあ、ダメージをなんかこう最小限に抑える技術っていうか、まあ、そういううまさは佐野選手にあったから、まああいう結果になったと思います。最後に今後に受けてる仕事をお願いします。今日の結果を受け止めて鍛え直して自分を良くしていけるように精進していくだけです。嬉しかったな。きつかったね。きつかったよ。最後めっちゃきつかったね。やばかったよ、でも。めっちゃ良かった。お疲れです。しゃい。重かった。あ、重かったっすけど。よかったよ、めっちゃおしゃれ、めっちゃちょっと興奮したちょっと感動したちょっとでしょ、ちょっとだけちょっとだけちょっとでしょ。すごい、めっちゃ面白かった。怖かったけど最後、はい、ラジオって聞いてなかった。ちょっと聞いてた。練習でやられてたちょっと聞いてたでしょ。いや、ちょっとだけ聞いてた。大丈夫、ちょっとつけんだよ。ちょっとだけ感動して。ちょっとだけ感動して。ちょっとだけ涙出そうだったけど、出なかったけど。全部ちょっとです。ちょっとだけね。全部すごい、めっちゃよかった。撮ってたんですね。大丈夫ですか。天馬くんの今後に注目してください。ちょっと感動しました。ちょっとだけね。ああ、なんか、そうですね、自分の気持ちが出せた試合かなって思って、なんか相手に勝ったっていうよりかは自分でこう自分に勝ったっていうんですか、ね、それでちょっと感動したんですね。自分で自分に自分のメンタルを、そうです、克服したというか、はい、そうです。あースーパースターの武尊選手から、はい、褒めの言葉をいただいてたようです。あ、はい、そうです。いかがですか、その辺は。嬉しいです散々スパーリングで僕は応援されてるんで、そうです、嬉しいです。次の目標というのか、まあ、そうですね、次の試合も勝つことですね。それが一番の目標です。